ごめん、かけちゃった。はい、ちょっとそれあげますよ。ティッシュのゴミ。あ、なんかその辺に置いちゃって大丈夫ですよ。その辺に置いていいよ。うん、あー、これ好き。ボヨンボヨン。ボヨンボヨンボヨン。なにあミラクルチューを踊った時や。うん、でもあんまどしどしうるさいと食べない。お家しか踊れ。ああ。いいですか？いいです。うん。炎症起こしやすいっていうのもあるんじゃないですかね。ああ、そういうとこから。うん。まあ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 、あとちょっと股関節からというか退院しますね。ああ、はい、今度内側引っ張りますね。じゃあちょっとそっち行って。伸びてますか？伸びてます。はい。はい、じゃあ右の足も牽引しますね。これは誰だ？マミちゃん。マミちゃん、ママが好きだからここにいる。うん、そこ一番痛いところだ。マミちゃん、痛いの痛いよ。痛いよ。これは危険だな。マミちゃん、ちょっと勢いつけるのはやめよう。ちょっと怖いわ。うんじゃないな。ママ。原因がここにいる。ママ。なに？ママがいい。うん。何してんの？おお。なにこれ？これ元？元。弾力が出てきましたね。はい、ちょっと特線で叩いて、そうですね、ちょっと特線で叩いていきますね。国際表で叩いていきますね。大丈夫ですかね。はい、はい、これを見てですかね。何何何何トントンですよ。
響きますね、全体的にすごい硬いですね。硬いし冷えてるし、確かにもうどうにもならないっていうのがわかる。水玉とかしすぎて、はい、あ水になってきた。多分しすぎてもあるけど、血の質が悪くなってるとそういうあのなんていうんですかね、水ぶくれとかも起こりやすいかもですね。そうなんですね。こぼさないで。カメラにかかって大変なことになるから。もんちゃんもうよっしゃ。もうまた飲むんだったら一回降りて。すっごくあああじゃない、これは危険だから。知人だった感じ。そうですね、そうなんですよね。